2024年11月10日、今週の文房具新情報になります。惜しい、ゾロ目は逃しましたね。パイロットより油性ボールペンアクロにクリスマスマーケットバージョンが登場します。発売は11月より順次発売。価格は税込み550円となります。クリスマスマーケットというのは、ドイツやオーストリアを中心にヨーロッパの各地で11月末あたりから開催される伝統的なお祭りらしいです。いや、これクリスマスマーケットってクリスマスのことか。11月末からやってんだ。カラー展開はクリスマスっぽい柄のものと、なんかニットのセーターみたいな柄のものが揃ってますね。パイロットより消せるボールペンフリクションシナジーノック。ポール&ジョー。コラボ限定発売となります。発売日は11月29日。価格はボールペンが385円、ミニノートが1100円となります。ポール&ジョーさんは化粧品とかファッションブランドかな。トンボよりモノグラフ10周年記念モデルが登場します。発売日は11月11日。お、明日やんけ。価格は1つ693円となります。というわけで、限定色が出まくっているモノグラフではあるんですが、今回は10周年記念モデルということで、かなりかっこいいですね。本体のカラーはブルーボディ。また通常バージョンとは違い、クリップがメタル仕様となっています。かっこいいですね。ついでにというとなんですが、モノグラフシリーズ、新色も追加されます。こちら4色、マットグレー、マットピンク、マットパープル、マットネイビー。価格は1つ440円となります。またシャープペンシルモノグラフライトにはグレーとネイビーが新登場。こちらは価格242円。シャーペンの芯もですね、こちらもグレーとネイビー。価格は220円となります。ユニよりクルトガケースモデル。ユニアルファゲルスイッチアップデートカラーが一部数量限定発売されます。発売日は11月19日。価格はクルトガケースモデルの新色が605円。ユニアルファゲルスイッチバージョンが1100円となります。というわけで、まあ、自社コラボレーションとでも言いましょうか。まあ、なるほど、こういうのもありかと。クルトガケースにあのブニブニのクリップを採用したやつになりますね。懐かしいですね。小学生の頃はね、ブニブニして遊んだもんです。シャーペンの芯刺したりね。ペンテルよりオレンズ AT 限定色クールニュアンスが登場します。いい色ですね。カラー展開は全4色、コバルトグリーン、アッシュブロンズ、セレストブルー、ウィスタリアとなります。というわけで、まあ廉価版オレンズネロとして登場したのかな。オレンズ AT でございますが、新色です。かなりね、いい色ですね。メタリック調かつニュアンスカラーというらしいです。まあ一消費者としてはね、ちょっと心苦しいんですけども、オレンズ AT はオレンズネロがね、完成度が高すぎるので色はいいんだがちょっと悩んじゃう。価格は1つ2200円となっておりますが、オレンズネロがね、本来3000円なんですけど、Amazon でね、だいたい2400円とかで売られてるんですよね。200円で追加でオレンズネロが手に入るなら、とは思っちゃう。でもこの色のセンスは本当にいいですね。最高にクールだ。ゼブラよりシャーボニュー限定ゴジラコラボレーションモデルが登場します。ゴジラ70周年を記念したコラボ商品ですね。カラー展開は全6色。ちなみに今、ヨドバシ文具専門店さんのツイッターのアカウントで、各1本ずつ計6名にプレゼントが行われております。よろしければ応募してみてはいかがでしょうか。ゼブラより3色ボールペンサラサクリップ 3C から限定色リラクシーシリーズが登場します。発売日は11月18日。カラー展開は全6色。サンドベージュ、コーラルピンク、ターコイズブルー、リーフグリーン、フォレストグリーン、チャコールブラウンとなります。サラサクリップ 3C は以前ご提供もいただいた商品ですね。三色ボールペンの中ではかなり細め、まあ、かつ機能は非常にシンプルなのでね、まあ、新しく三色ボールペン買いたいなっていう時は無難に選択肢に入ってくる一本だと思います。シャボニュー、ゴジラじゃない限定色も出ます。リラックスカラー。全6色。ミストブルー、コーラルレッド、リーフグリーン、ベビーピンク、サンドベージュ、ミルキーホワイトとなります。ゼブラよりサラサグランドと人気ブランド、真夜中の雑貨店のコラボ、第2弾となります。軸の種類は6色ですね。猫ちゃんに、猫ちゃん、ハリネズミ、バク。俺がフクロウだ。
お化けとなります。サラサグランドは高級感もありつつずしっとね重くて満足感もあって個人的には結構おすすめの一本です。サクラクラフトラボより近未来な未来を描く009ゲルインキボールペンが登場します。発売時期は12月の中旬、価格は一つ税込み 16,500円となります。というわけで来ましたね。今週はいいペンが目白押しですが特に気になる一本、008が発売されたのはちょうど去年のこの時期でしたね。だいたい年1ペースになるんでしょうか。無駄を削ぎ落としたミニマルなシルエット、本体はステンレスボディ、 SF 映画に出てくるようなレトロフューチャーなデザインをしていますね。これ憶測なんですけどサイボーグ009と実は引っ掛けてるんじゃないですか。あまりサクラクラフトラボっぽくないデザインではありますが個人的には好きですね。この穴のポツポツが苦手っていう人はいそうですけど。というわけで今週の文房具新情報でございました。今週は実に美味でしたね。美味しかった。まあお金が足りないけど。それでは本動画は以上でございます。また来週日曜日お会いしましょう。さようなら。